ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は、藤井聡太、19歳で五冠達成に対する2チャンネルの反応を紹介していくぜ。2022年2月12日、第71期王将戦7番勝負の第4局が行われ、挑戦者の藤井四冠、竜王王位叡王棋聖が、渡辺明三冠、名人棋王王将に勝ち、4連勝のストレートで王将のタイトルを奪取したんだ。2022年に入ってからも藤井くんの勢いが止まらないな。って思った瞬間だったわ。そうだな。これによって、19歳6ヶ月と史上初の10代での五冠を達成し、羽生九段が1993年に打ち立てた最年少五冠記録の22歳10ヶ月を大幅に更新したんだぜ。さらに、王将のタイトルも史上最年少で獲得したんだ。この話題はネット上でも急速に広まって、藤井五冠の快挙を称えるスレなどが立ったんだぜ。なんだかあまりにも強いから麻痺しちゃってるけど、普通にとてもすごいことを成し遂げたものね。その通りだぜ。ということで早速、そんな数あるスレの中からいくつか紹介していくぜ。わかったわ。まずは、速報19歳の藤井聡太竜王が史上最年少4人目の五冠に、渡辺明王将を4連勝で下して達成爆笑ゴリラ星というスレから紹介するぜ。このスレは当日の18時25分に立てられたスレで、渡辺明王将をストレートで破り、五冠を達成した藤井聡太竜王、といった形で配信されたばかりのニュースを取り上げたんだ。すると、1分もしないうちに、記念パピコ、おめでとう、おめでとう、鍋もお疲れ様、と相次いで書き込みがされたんだぜ。食いつくのがとても早いわね。そうだな。その後も、最近の若い子ってすごいよね。スポーツの分野でも頭を使う分野でもおっさんの時代はもう終わりや。ジジイどもはすぐに最近の若いもんらはって言うけど若い奴らの方が優れてるよな。若い世代がどんどんおっさんジジイを追い抜いてくのはいいことだよ。なんて書き込みもあったんだ。確かに、将棋界以外でも藤井五冠みたいに若い人が頑張ってるイメージがあるわ。中には、ニュース速報流れたから誰かメダル取ったのかと思ったわ。と、当時開催されていた北京オリンピックにまつわるニュースと思っていた人もいたみたいだぜ。そういえばオリンピックなんてあったわね。そんな中、俺は将棋のルールすらわからんけど将棋やる人はこの人の凄さわかるの？という書き込みに対して、野球で言うなら高卒で負けなしの最多勝とホームラン王取って MVP 取ってるようなもん。素人は奨励会の子供にも歯が立たない。我々からしたら渡辺もベジータ並みだからな。将棋やらんでもわかるぞ。ちょうどオリンピックだから例えるが、アルペン競技に出れるだけ全部出て全部金メダル取っていってる。しかもぶっちぎりでようなもんしかも10代で。なんて書き込みがされたんだぜ。どれも強すぎるって。でも、実際にはそのくらい藤井五冠って強いのかもしれないわね。そうだな。そんな藤井五冠に関して、今藤井に対抗できそうな棋士っているの？という疑問がふと浮かんだんだぜ。もちろんこの書き込みに対しても、地球代表の深浦さんと永瀬さんと斉藤さんかな、というレスがあったんだ。地球代表の深浦さんはおなじみの深浦浩一九段のことで、永瀬さんは永瀬拓矢王座、斉藤さんとは斉藤慎太郎八段のことなんだぜ。深浦九段が藤井五冠に勝ち越してるのは知ってるけど、他の二人はどうなのかしら？2021年度終了時点での対藤井五冠の対戦成績はそれぞれ、永瀬王座が3勝7敗、斉藤八段が3勝4敗といった感じなんだ。やっぱり藤井五冠相手に勝ち越せるのはすごいことなのよ。本当に藤井五冠に対抗できるのか楽しみだわ。話を戻すぜ。現役最強と目された渡辺三冠をストレートで下したこともあって、こんなにわかりやすい世代交代はない、という書き込みや、10代の五冠は金字塔かも、というものもあったぜ。さて、藤井一強時代なんて言われそうな状態だけど、藤井四冠、終わるというスレが立てられて、終わりやね、終わったな、という書き込みがされたんだ。え？むしろ伝説が始まったばかり、って感じだけど、ただ、このスレは藤井四冠が終わっただけで、藤井五冠になったというニュアンスのスレなんだ。なるほどね、それなら、藤井四冠は終わってしまったわね。このスレの中で、藤井6級49日、藤井5級176日、藤井4級29日、藤井3級104日、藤井2級202日、藤井1級77日、藤井初段252日、藤井2段233日、藤井3段349日、藤井4段488日、藤井5段16日、藤井6段90日、藤井7段790日、藤井棋聖35日、藤井2冠389日、藤井3冠61日、藤井4冠91日、藤井5冠入、と歴代の肩書きについて触れられたんだ。すると、七段とかいう恥さらし、藤井七段雑魚すぎはロタ、八段ちゃんと九段ちゃんはいつ見れますかね。八段はもう無理やろ、九段ちゃんはもうおるから我慢するんやで、といったレスがついたんだぜ。七段ですら恥さらしになってしまうのね。また、マジで藤井永世八冠になるやろ、
そうならないと育成失敗とか言われるレベルやな、なんて書き込みもあったんだ。八冠でもすごいのに衛星だなんて、でも藤井くんならやってのけそうで怖いわ。他にも、藤井くんはせいぜい短い五冠を楽しむんやな、なんて書き込みもあったぜ。確かに、気がついたら藤井六冠になってそうだよね。このスレに続く形として立てられた藤井五冠、始まるというスレでは、始まりやね。誰が止められるんだよ。あんま詳しくないんだけど藤井五冠を止められるとしたら誰なん？藤井六冠やろな、という書き込みがされたんだ。本当に藤井くんに勝てるのは藤井くんしかいなそう。また、レジェンドの羽生九段を引き合いに、100冠まで羽生あと1冠、藤井あと93冠どっちが先かね、なんて書き込みもあったんだぜ。さらには、藤井一強はつまらんって言うけどさ、逆にタイトルを一個ずつ分け合ってた時言うほど面白かったか？あの時以上の暗黒期はないやろ。ハブ衛星7巻でギリギリ盛り上げてただけやろ。ハブさんの最初の7巻の時盛り上がりすごかったもんな。地上波のゴールデンタイムで特集番組やってたし、競馬も3冠馬が出た時の方が盛り上がるよな。タイトル戦ストレートばっかは強すぎるの枠を超えてる。その頃の暗黒よりは楽しめるけどさ。群雄割拠も割と面白かったけど半分くらいしなしなになってるのが悲しい。そもそも藤井一強はつまらんなんて声あんまり聞かんやろ。割とマジでこれからが不安やな。それはまだ八冠っていう偉業に挑んでる最中だからだろ。達成して何年もキープとかなったら吐くほどつまらんよ。といったように、今後もし藤井一強時代になった場合のことについて語るコメントも多くあったんだ。今のままだと、将棋って藤井くんが勝つんでしょ？みたいな空気感にはなりそうよね。そして、このスレでは藤井くんの家族や周りの人についても触れていて、こんだけ偉業達成してもシャシャリ出てこない藤井くんの親族はほんますごいわ。師匠がしっかりその辺の役割負ってるのもすごいが、シャシャリ出とるの師匠だけやな。そもそも両親将棋の人じゃないしな。シャシャリ出る分メディア系の仕事を受け負って藤井五冠の負担を減らす有能やからかなあの人。それはそうやな、テレビに簡単に出さないだけ有能や。八冠達成したらバンバン出るやろうけど、なんて書き込みが見受けられたんだぜ。杉本八段も藤井くんの偉業を支えてるのかもしれないわね。そうだな。最後に紹介するスレは、藤井聡太19歳で五冠、これどんぐらいすごいの？というスレだぜ。このスレは五冠達成してから数日が経った2月21日に建てられたスレで、ハブコスレベル？という書き込みから始まったんだ。あのレジェンドのハブ九段でも相当すごいのにね。この一致の書き込みに対しては、藤井の名字では1位かな。凄すぎて比較対象が存在しないんや。清原が19歳で本塁打打点王を取ったレベル。高卒2年目で三冠王取るくらい、400年の歴史の中で圧倒的な天才。2歳で G1 5連勝。ハブが一気に過去の人になってもうた。2歳で小馬の G1 勝つくらいやけど現実では起きないから、3歳春に皐月マイルダービー安田宝塚帝王賞を勝つくらい、などのように、将棋有識者のスレミンたちも、藤井くんをベタ褒めしているんだ。とにかく強いことだけは分かったわ。そんな中、なんで藤井だけ突然変異したんや、という疑問が浮かんだネット民がいたんだ。確かに、どうしてここまで強すぎるのかはっきりわからないよね。これに対しては、盤面を一切頭に思い浮かべず聞くだけで先読みするんだよな。知った棋士がビビってた。なんてエピソードを紹介してくれた書き込みがあったんだぜ。さらに、棋士の強さを表す指標にレーティングというものがあるんだけど、それを参考に、レーティングの自己最高値を叩き出した時の年齢。大山44、中原28、羽生29、鍋28、谷川38、藤井はまだ19なのに過去のどの棋士よりもレーティングが高い。そしてピークが20代後半に来ること考えたら、もう史上最強とか議論する必要すらない、なんて書き込みもあったんだ。10代で歴代の名棋士よりも高いレーティングを叩き出してるの？これから20代って考えたら、一体どうなってしまうのかしら。本当、これからの活躍がとても楽しみだな。以上が、藤井聡太19歳で五冠達成に対する2チャンネルの反応についてだぜ。今回紹介したスレはほんの一部で、ネット上には他にも色々なスレが立てられたんだ。藤井くんに関連するスレッドを読んでるだけでも楽しいと思うぜ。それじゃ、今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。